ごめんね、ハニー。お前は最近緩みすぎだぞ。すべて任せた。俺は憲兵団を正しくするためにここに来た。すごいマルロ、あんたそういうやつだったの？ただ普通の人間に戻す、それだけだ。やべ、あんた本物じゃん。つまんないやつだと思ってたわ。ごめんね。ちょっと、何あれ？緩急品を横流ししてるってわけか。やっべ、あいつ本当に本物じゃん。バカがご迷惑かけちゃったみたいで、こっちできっちり調教しときますんで。自分の命を投げ打ってる集団なんだぞ。あんたね、忘れたの？ルイは静かに。水音がする。ゆっくりこっちを向け。そうだ、声を出すなよ。そのまま。そうだ、ゆっくり銃を前のやお前らの処遇だが。おい、あなたたちは自分が正義の味方のつもりなのかもしれませんが。兄が。止まれ。忘れるよ。話が違うぞ。信じてくれ。あんたたちは人類を救うために戦ってると分かってるだろ、ヒッチ。ヒッチ、逃げろ。逃げ。ヒッチ、この馬面が。待て、ヒッチ。彼は俺を試しただけだ。お前たちは怪しまれないうちにタイにも。マルロ、ヒッチ。が目撃してたんだ。止められたりしなかったんですか？ヒッチが、なぜだ。なぜって二人はもうじゃないですか。ヒッチには向いてないだとか生きがるなだとか散々なじられたよ。少しは見直してたんだかな。見損なったって言ってやったよ。これが死か。ヒッチは今頃何を。いや、あいつはまだ寝てるか。あ、いいな。わからない、なんで俺は今頃。マルロは最後まで勇敢だったよ。あいつだけは仲間を鼓舞し続けた。うん、あいつはすごいやつだったよ。知ってる。だから私の言うことなんて聞かないんだろうね。あそこに行ったことを後悔しただろう。ありがとう。式でヘマしたら笑ってやるから。